2021明治安田生命 J1 リーグの第28節です。淀川桜スタジアムセレッソ大阪対北海道コンサドーレ札幌のゲームをお届けします。中2日で今度はセレッソのホームでこのカード行われます。過去の対戦はセレッソの8勝、札幌の4勝、引き分けが3つです。さて今日のスタートのメンバーです。まずセレッソは前節から4人メンバー変えてきました。ゴールキーパーキムジンヒョン、ディフェンスは松田陸、瀬古、西尾、丸橋が復帰をしました。木田日向と原川のダブルボランチ、右に坂本、左に乾、乾が初スタメンです。そして加藤と松田力のツートップです。一方の北海道コンサドーレ札幌、こちらは前節から1人交代だけです。ゴールキーパー菅野、ディフェンスは田中、宮沢、菅、小前、高峰のダブルブランチ、右に金子、左にルーカス・フェルナンデスを予想しています。そしてミラン・トゥチッチがスタメン、青木と小柏がシャドウの位置です。ここに宮沢です。宮沢が長いボールを入れてきました。そのセカンド菅大輝、速いボールを入れてきた。あ、これもトゥチッチに触ればというところですけどね。変化をつけてきましたね、はい、残したルーカス・フェルナンデス、ファールで来た、マイナスのパスからシュート、金子の右足。ここは金子の右足でした。そして今オフサイドラックも上がっていますか。ルーカス・フェルナンデスの突破も非常に良かったですし、はい、金子の、ね、右足だったとはいえ、しっかり枠を捉えたシュートは素晴らしかったです ね。ルーカス・フェルナンデス、チッチ、ルーカス、菅野シュート、キム・ジンヒョンよく止めました。いや、菅野シュート思い切りの良さも良かったですけれども、セレッソの選手に一度か二度多分当たって変化してるんじゃないでしょうか。それをよくジンヒョン止めたと思います。まあ今日も乾と大久保が同時にピッチに立てばまたね、そうですよね、楽しみなシーンが待ってるかもしれません。松田力、そして加藤へ、お、ここはうまく加藤がボールを持った、中には坂本、シュートを打った、バーポストを狙いました加藤です。ようやくシュートを打ったセレッソ。さあ原川か丸橋か、丸橋をバウンドをしましたが、ゴールは割ってないか、入ってないか。丸橋、あ、ここリフレクションしたんですね。そうですね、札幌ボールになるルーカス・フェルナンデス。田中、小前、小前運ぶ、ドリブルからパスを出したか、あ、倒れてドリブルのシュートモーションから蹴るときに引っ掛けた、はい、という判断でしたよね。はい、あ、そしてドーグラス・オリベイラがここでミラン・トゥチッチに代わって入ります。菅が蹴った、低いボール、こぼれのところシュート、キムジン4下がったか、落ち込んだ、どう決まったか、決まったか、ドーグラス・オリベイラ、ファーストタッチゴールですか ね。最後はドーグラス・オリベイラ、札幌が先制0対1。このシュートでこぼれ球にいち早く反応したところのシュート、キム・ジンヒョンよく止めたんですけれどもね、ここに爪にしっかり出たドーグラス・オリベイラがね、はい、冷静に流し込みましたね。さあ運ぶ金子、ルーカス・フェルナンデス、小前のワンタッチ、ドーグラス・オリベイラ、金子、縦に小前が行く、小前深いところはゴール前、胸で落とした。最後は青木、0対2。
自分自身がバランスを崩している中で中を確認せずに丁寧なボールを上げることに集中したことでキーパーと最終ラインの間に入ってきた青木がしっかり詰めることができましたね。コーナーキックセットプレーで活路を見出したいセレッソ大阪です。キッカー原川ファーでヘディングシュート、枠には行きませんでした。最後は山田です。中島のパスから井上だ、井上だ中に入っていく、ワンタッチパスからシュート、ゴール前、山田のゴール前、大久保から最後山田。大久保は山田を狙ったシュート性のパスでしたね、はい、さあラストに近いプレーか。コーナーキックセレッソ、ヘッドはゴールには入らない。最後ファーポストに待ち受けて大久保も触れませんでした。アディショナルタイムは6分、0対2札幌がリード。ここで笛が鳴りました。0対2コンサドーレ札幌連敗をストップ、セレッソは連勝ストップ。そして攻撃体制でのホーム初勝利はお預けとなりましたセレッソ。一方北海道コンサドーレ札幌3連敗でストップ。